フランス系カナダ人とは、基本的には、フランス出身の先祖を持つカナダ人を指し、17世紀、または18世紀にヌーベルフランスに移住したフランスからの入植者の子孫である。カナダのフランス語圏社会の根幹をなしており、2011年の国勢調査によるとその数は507万7215人で、 カナダの総人口の約15%を占めており、イングランド系カナダ人についで2番目に多い民族グループである。また、フランス語を主に使用するカナダの国籍を持つ人々を指すこともあり、カナダ国民の31%をなし、カナダフランス語を話す人々である。1750年の北アメリカの勢力図、ピンクはイギリス、青はフランス、代々は、 スペイン領を示すフランス系カナダ人文化の発祥の地となったケベックシティの旧市街1524年にイタリア人の探検家ジョバンニダ・ベラッツァーノはイングランドが保有するニューハンドランド自治領とスペインが保有するヌエバ・エスパーニャ複合領の間の土地を新たに発見した。ベラッツァーノはフランス国をフランスは一世にこの土地をフランスが領有するように説得し、 土地をフランチェスカ・ノバガリアと命名した。これがフランスによるアメリカ大陸の植民地化の始まりである。毛皮公益所として1605年にはカナダで最初の高級的な定住地であるポートロイヤルが、その3年後の1608年にはケベックシティが設立された。ヌーベルフランスはその後に発展を続け、再生時の1712年には北はハドソン湾から、 南はメキシコ湾まで、東はニューファンドランド島から、西はスペリオル湖まで領土を拡張した。しかし、1763年に締結されたパリ条約でフランスはカナダを含めて、北アメリカの植民地統治を諦め、その領土をイギリスに譲渡した。イギリスは1791年に組み込んだケベック植民地を、それぞれ独自の議会を持つアッパーカナダとロワー,ーカナダに、 分割統治する体制に変更した。この二つの生態は1837年に勃発したローワーカナダの反乱が鎮圧された後、1841年に単一の生態に統一された。1840年代に入ると、フランス系カナダ人は少数派になったばかりでなく、経済的弱者として苦しむようになる。1840年代から1930年代にかけて、 約90万人のフランス系カナダ人がカナダを去ってアメリカ合衆国にとりわけニューイングランド地方に移住した。1969年に発行した公用語法によって英語とフランス語の二言語が公用語と規定され、1974年にはケベック州でフランス語を唯一の公用語とする宣言が行われた。またニューブランズウィック州、ユーコン,ジュン州、 ノースウエスト巡州、ヌナブト巡州ではフランス語は公用語の一つとなっている。次の表はフランス人を祖先に持つと回答したカナダの各行政区画の住民総数のデータである。2011年の国勢調査に基づく。ケベック州の一時停止の標識カナダ東部の沿岸地域のアカディアに定住したフランス人入植者の子孫はアカディア人と呼ばれている。 このアカディア人とフランス系カナダ人の圧倒的多数を占めるケベック人はそれぞれ相互に自分たちとは異なる民族と考えており民族の祭日は別の日に祝うし別々の民族の旗も持っている。またケベック人とそれ以外のフランス系カナダ人では経済的、政治的利害が大きく違うために両者間の対立も存在する。カナダフランス語はカナダで使用される。 フランス語の言語変種を指す包括的用語である。ケベックフランス語、アカディアンフランス語、メティスフランス語、ニューファンドランドフランス語のある字に4種の方言が存在する。特にケベック州においては約600万人がフランス語を母語としており、対して英語を母語とするケベック人は約60万人に過ぎない。カナダの国民の約85%が英語を話し、 約31%がフランス語を話す。フランス系カナダ人が、フランスの最初、リシュリューは1627年以降に、カトリック教徒以外をヌーベルフランスへ植民させない方策を推進している。フランス系カナダ人の日常生活に密接に関わっていたカトリックの影響力も1960年から静かなる革命が進行した結果、大幅に低下した。 ディオンルケの五つ五姉妹。この場合のフレンチはフランス語を主に話す、フランス語を母語とするといった意味の表現。ありがとうございます。